わー、来た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 、え、嘘嘘、うわー、すごい。こんにちは。こんにちは。ここはこういうふうにスキー板を履いてジャンプできる施設なんですか？そうですね、あの夏場に、冬のスキーの選手だったり、あとは冬のスポーツを楽しむ人が遊ぶ場所になってます。そう、柴田郡川崎町にあるウォータージャンプ宮城は真夏にウィンタースポーツを楽しめる施設。全国からスキーやモーグルの選手たちがトレーニングに訪れる一方、一般の人たちもコーチの指導のもとチャレンジできるそうで。でも怖くはないです。まだ足がちょっと疲れたぐらい上に立つと、なんだろう、そんなに恐怖心はなくて、まっすぐさえ行ければ本当にこの白い線通りに行ければ自分も飛べるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。佐藤の初ジャンプ、その結果は？正直なところはなんかもうひんやりじゃなくてもううわーの方が強いですね。求められてるのは高いジャンプですね、きっと。ザーピューンドボンですね。やってみせましょう。全来、なぜか自信満々の松山、その結果は？いやー、楽しかったです、はい、本当に今言いよどんだよ。楽しかったです。こんなに多分経験ない人が飛んだのそうそうないので、うん、やっぱすごかったんじゃないかなと思います。ちゃんと飛んだっていう言葉を、はい、いただけると落ちたじゃなくてよかったです、はい、一応あの全日本コーチとして見ても飛んだっていうのは、はい、本当にありがとうございます。